アルフレド・ドレフィウスはフランスの陸軍軍人。ドレフィウス事件の被疑者として知られる。最終階級は陸軍中佐。ドレフィウスはフランスのアルザス地方にあるミュルーズでユダヤ人の織物業者一家の7番目の息子として生まれた。父ラファエルは1871年にフランス国籍を取得し、一家はアルザスで長らく生活した。 ドレフィウスは1877年にエコールポリテクニークに入学し、1880年に順位として卒業した。ドレフィウスの陸軍学校への入学は1871年、11歳の時にプロイセン軍がアルザスに進駐したことに非常な影響を受けた。1880年から1882年まで砲兵士官としての特殊教育を受けるため、 フォンテネブローに入学した。卒業と同時にドレフィスは、第32強皇騎兵連隊第1大隊に所属し、1885年に少位に任官した。1889年には、ブールジュの砲兵学校の副管理官となり、大尉に昇進した。1891年4月18日にドレフィスは、ルシア・ダマールと結婚した。二人は後に、 息子のピエールと娘のジャンヌを設けた。結婚の3日後に上級陸軍大学への入学許可通知を受け取る。2年後にクラスで9番目の成績で卒業し、直ちに陸軍司令部図騎士官に任命された。ドリフィウスは唯一のユダヤ人士官であった。この時、父ラファエルが1893年12月13日に死去している。1892年の試験で、 ドレフィウスの友人は、ドレフィウスが合格して、参謀となることを期待した。しかしながら、陪審員の一人、ボーンフォンド将軍が、ユダヤ人は望まれていないという口実のもと、ドレフィウスの成績を低下させた、報告書を作成し、不合格とした。ボーンフォンドは、もう一人のユダヤ人将校ピカール中尉の報告書に、関しても、同様の捜査を行った。この事実を知った二人は、 校長のレベリンデリオーヌ将軍に抗議を申し出た。将軍は遺憾の意を表したが、その問題解決に関しては無力であった。この抗議は、後に、ドレフィウスに不利に働くこととなった。アカデミド・ポワチエからの記事、では、ドレフィウスは、非常に愛国的な人物で、もし彼がこの事件の犠牲者でなかったなら、彼は、ハンドレフィウス擁護派になっていただろう。 彼は高慢で非妥協的であり、他の将校仲間とほとんど関係を持たなかった。彼は軍隊内で言われたのと同様にピスセフはであった。と記された。1891年にドレフィウスが陸軍司令部に加わる際に作成された報告書では、ファブレ大佐はドレフィウスのことを不完全な将校。非常に知的で有能であるが、気取っており他と合わせようとしない。 軍司令部に所属させるには、両親とマナーを満たすことが必要と評した。この時、ドレフィウスの性格は、後に自称擁護者に対して抑制力を示した。ドレフィウスは1894年10月15日に反逆罪で逮捕された。1906年7月12日に最終的な面積を受けるまでの一連の出来事は、ドレフィウス事件として有名である。 1895年1月5日に軍籍を剥奪され、南米のフランス領ギアナにある監獄島の悪魔島での終身刑が宣告された。しかし、その後1899年9月19日に釈放された。釈放後は妹とカルパントラ、コロニーで暮らした。面積の後、少佐に昇進して軍への再入隊を許可された。 入隊一週間後にレジオンドヌール勲章を受章し、バンセンヌで、砲兵隊長に任命された。1906年10月15日に、サンドニで、砲兵部隊の司令官となった。しかし、悪魔島での獄中生活で健康をお害していた、ドレフィスは、1907年10月に軍を退役した。第一次世界大戦が勃発すると再度招集され、パリ地域に配属された。 また、1908年に、エミール・ゾラの遺骨をパンテオンに奉納する式典に、出席していた際、不満を持ったジャーナリストに銃撃され、腕を負傷した。ドレフィウスは1935年に、パリで母子したが、ドレフィウスの死の2日後に葬列が、コンコルゾ広場を通り、その日は、祝日となった。ドレフィウスの遺体は、モンパルナス墓地に埋葬されている。アメリカの俳優、 リチャード・ドレーファスは、ドレフュースの親類と称しているが、異説もある。ありがとうございます。